テーラーは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの40番艦。艦名は、ベトナム戦争で戦死し、死後に、海軍十字章を受章したパイロット、ジェシー・ジェイ・テーラー海軍中佐にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目であるが、由来は3隻とも全て異なる。テーラーは、メイン州バスのバス鉄工所で1983年5月5日に、 帰港する1983年11月5日に浸水し、1984年12月1日に収益した。命名は、テイラー中佐の未亡人、バーバラ・エテイラーと、彼女の花嫁付き添い人のダイアン・テイラー王による。1985年から93年の間は、サウスカロライナ州チャールストンを母校とした。1987年、 大西洋常設海軍部隊の一員として北欧に展開。また、1988年のアーネスト・ウィル作戦に参加しペルシャ湾に展開した。1993年、母校をフロリダ州メイポート海軍補給基地に変更し、第24駆逐戦隊に所属する。2008年8月、テイラーはドイツ海軍のブレーメン級リューベック、 スペイン海軍のアルバロデサ3級、アルミランテファンデボルボーン、ポーランド海軍の OH ペリー級、ゲネラオカジミエシュプアスキのナト o 所属フリゲートと共に、国会での演習のためにボスポラス海峡を通過した。これらは2007年10月時点で、すでに予定されていた演習だが、南オセチア紛争の当事者であるロシアが情勢への影響に対して懸念を表明した。 2010年9月、ロシアの戦略爆撃機スマイナス95に接近された。2014年1月8日、第5、第6艦隊への配備という最後の任務のために母校を離れる。2月には、ソチオリンピックのサポートとして、第6艦隊機関、揚陸指機関マウントホイットニーと共に、国会に入る。2月12日、トルコのサムスン沖で停泊中に座礁。 この事故により、艦長、デニス・ボルペ中佐は更迭された。2014年12月4日、アメリカ上院は本艦を含む4隻の、オリバー・ハザード・ペリー級を台湾へ売却する内容を、含む、法案を可決した。2015年5月8日に、アメリカ海軍を退役。その後マーク13モット4発射機及び、マーク92スター FCS の再装備。 衛星通信アンテナの乾燥等の工事を施した上で2017年5月13日に高尾市の左英海軍基地に開港、艦名をメーデンと改名し中華民国海軍に引き渡された。最終駅後 76mm 速射砲の砲塔をステルス性の高い多面体の砲塔に乾燥している。2018年11月8日に左英基地で 収益式が行われ、宝庫諸島の真高校を母校とする海軍146艦隊に配属された。ありがとうございます。